アルゴル型色変更性の変更の原理。実際は青白い主星の方が赤色がかった晩星より半径が小さい場合がほとんどである。色変更性とは共通重心の周りを回る二つの星が互いの光を覆い隠し合うことによって見かけの明るさが変わるタイプの変更性である。そのため色変更性は必ず連成形を形成している。また、 地球から見てこの連星系が色変更性に見えるためには二つの星の軌道面が地球と連星系とを結んだ直線を含む平面の近くに存在する必要がある一般的に恒星自身の明るさは変わらず規則的に変更するのが特徴であるなお色変更星は変更性としての分類であり連星の分類として色連星と呼ばれることもある 1981年までに変更母子総合カタログに登録された28,435個の変更性のうち、食変更性は5,022個を占めていた。食変更性内部での分類には、の3つの方法を多元的に組み合わせたものが使われている。コトザベータ型の食変更性。調積力により、構成が歪められているため、食外も高度が一定しない。 画像では青い星の周囲に光着円盤が描かれている。EA、EB、EP、周の4つに分類される。分離型、半分離型、接触型の3つに分類される。分離型と接触型はさらに構成する星の特徴によって再分類される。特徴的な組み合わせのみが型として設定されている。ABCD、文部省学術用語集天文学編。 マルゼン株式会社、第1版、191ページ。ISBN4 から818194042。AB 天文年間編集委員会、天文年間2007年版成分動振興者、2006年11月30日、P176。ISBN4 から416206291。ABCDEFGHIJKL 最上、K1。 変更星観測のすすめ81ページありがとうございます。